孫家庭の書譜、新筆と拓本を比べるということを今数回に分けてやってまして、ここの、4行の部分をこの巻末の方に拓本でも、同じ部分が出てまして、でなおかつ新筆の方、欠損があって分かりづらいんですけども、拓本の方は欠損がね少ない分、分かりやすいと。で特にこれ切れてしまってで、つなぎがわからないとかね、完全に負の字とか、序の字がこう消えてしまっていたり、落ちるという字もこうわからないというのが真筆なんですけど、後で拓本の方で補いながらちょっと見ていくことにします。それぞれ一長一短あるんですよね。右下がりを使うんですね、時々ね。で、この先なんですけれど、ここ羊の字が来るので、これではないんですね。この後で羊が来るので2本、まあ、こうしておきます。そして2行目、ここがすごく見て、で次の字が欠けてます。呼ぶという字になってますね。これもおそらくですが、わずかに見えているところから、まあ、こんな感じ。ここも負の字がちょっと欠けていて、で、ちょっともっと丸く反りたかったですね。で、目の次、またこれ切れてんですね。で、目の次は、ふがあって、見る。おそらく、これも後で。タコの方で確認しましょう。さあ、そしてで、ここら辺も切れていますので、タコの方で確認。ここも消えてます。そして4行目、ここも切れてて、ここからない。そしてここから一気にで太く切って、
雲が薄くかすれてしまっているですが、で、10時なんですが、これも推定。さあ、これ蛇行になるとどうなるか。土地は一回り小さくなります。92% の大きさになるんですけれど、さあ、これがですね。この落ちるからこちら側にもあるんですけれども、そしてこちらから書いてみましょう。随分ここの雰囲気が隠れていたのがアラファになると変わります。で、 92% なので小さくなります。ちょっと細めで雰囲気が変わってます。ここもメリハリがあまりないですね。人気上がってますね。下がってないでね。で、この後に大きく曲がってますね。こう書きましたけど。こうだったんですね。さあ、その次の行いきます。ここですね。ちょっと丸みがないのが蛇行ですね。で、これも推定で書きましたけれど、近いですが。ここは長かったですね。しっかり点が見えてほしい。これがですね、2つあるんですね。こう来ているのと、なんかこうなっちゃってますよね。で、カラーに直線的で、これもっと丸かったと思うんですけど。で、こっから先は、こちらに頼ります。で、
予想と違ったのは、これは止めてますね。そして、この雰囲気がちょっと違いますね。ちょっと触っちゃいました。ここ丸くしてますね。で、最後の今日ちょっと場所がギリギリいっぱいですけれど、で、というように、もともと同じものではあるんですけども、拓本になるとこれだけ、変わってきてしまうというところで、こう書き比べてみるとね、拓本の、書き出るところがよくわかるっていう点ではメリットなんですけども、線が微妙に違うとか、やっぱり彫ってある部分で、やっぱりスッと抜ける払いだとか、鋭いところがちょっと甘くなるっていうのが、まあ、拓本の弱点というかね、まあ、そういったところを気にしながらね、両方見比べてやると、勉強になると思います。